同じ部屋？仕方ないでしょ、あんたが紳士だって言うから。水郎さんがわざわざ気を利かせてくれたの。わがまま言わないでよね、いろいろめんどくさいんだから。やれやれ、危ないところだった。誰が危ないのよ、危ないのはあんただっての。お前は寝相が悪くてよく裾がめくれ上がるからな。何見